それでは知事よろしくお願いいたします。はい、私から2点、コメントを申し上げます。1点目が、島根県産品のこのお中元ギフトセンターの開設についてであります。このセンターを国引メッセの1階の小ホールに開設をいたします。この令和6年1月の一畑百貨店の閉店後、初めてのお中元シーズンを迎えることになります。当然これまで一畑百貨店のお中元コーナーで取り扱い出た県産品というものがあるわけですけれども、これがこの単純にこの閉鎖閉店に伴ってこの売上減とならないように、この県産品のお中元をお買い求めいただける場を開設するものであります。具体的には島根県の物産協会に委託をしまして、6月の1日の土曜から8月15日木曜までの2ヶ月半の間、この期間中は休みなしで、午前10時から午後6時まで開設をいたします。品目数は約220品目を予定いたしておりまして、お菓子や果物、干物、地酒、加工品などを多数取り揃えてまいります。このセンターでのお買い上げや注文のほか、インターネットでの注文も可能となっておりますので、多くの県内外の皆様にご利用いただきたいと考えているところでございます。2点目が、ベトナムチャーター便の運航についてであります。今月の25日の土曜日、そして29日の水曜日に、この出雲海水空港とハノイのノイバイ国際空港を直接結ぶ国際チャーター便が運航されます。このチャーター便は、昨年12月に県が締結いたしましたベトナム航空との覚書、そして MS ツーリストとの連携協定に基づきまして、初めて運航されることになったチャーター便でございます。この運航にあたりまして、25日にこの出雲縁結び空港で就航記念式典や、このベトナムからお越しになった到着便のお客様のお出迎えをいたします。また、チャーター便を利用して、私自身もベトナムを訪問しまして、ベトナム駐在の日本の関係機関と県の経営者協会との交流会を開催するほか、ハノイの隣接の省であります、フート省の幹部の方々との面会を予定しているところでございます。これを機に、本県とベトナムとの関係を深め、観光ビジネスなど、さまざまな分野での交流を活発化させることを通じまして、将来的な国際定期便の就航につなげていきたいと考えているところでございます。私からの冒頭のコメントは2点以上でございます。それではご質問をお受けしますので、挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。参院長新報の曽田です。よろしくお願いいたします。はい、安来市内に主力工場を持つプロテリアルが、グループを合わせた国内従業員のうち1500人程度を削減する方針が明らかになりましたが、ご所感をお願いいたします。プロテリアルの早期退職者募集ということについては、間接部門の方々を対象に一定の年齢以上で実施されるというふうに伺っておりますけれども、規模ですとか、この安井地区での割り振りといったことの有無ということについての詳細は、会社側から伺っておりませんので、今後の進捗の状況をよく注視しまして、この状況に応じて、安来市と協力して、必要な対応があれば、対応していきたいというふうに考えております。わかりました。とはいえ、グループは県内の取引先の裾野が広くて、県が採択を受けた国の地方大学地域産業創生交付金事業のメンバーの一つでありますけれども、影響については、現状、どういうふうに見ていらっしゃいますか。また今後の対応について、その注視されていくということでありますけれども、現時点で考えられるものがあればお願いいたします。希望退職の募集ですから、どれぐらいの規模になるのか分かりませんので、やってる当事者でもないから、影響は計りかねるということでありますけど、対象の人が全部いなくなって仕事が回るかでもないでしょうから、
まあ、仕事が回る範囲内でしか対応されないんだとは思いますけども、まあ、それはちょっとあの経営マターなので、あの本当にあの存じ上げないというところで、あります。で、あの5年ともなってそのタタラプロジェクトに影響があるとかあのいう話は聞いておりませんので、そういうことはないものというふうに受け止めております。まあ、考えられる支援というのはあの、まあ、率直に申し上げてプロテリアルからそういったその早期退職、またあの合わせてその転職支援というものをセットで実施していくということについては伺っておりますけれども、あのおそらくこれ安木氏も同様だと思いますけれども、地元地方公共団体に対して、まあ、具体的にこういうことをお願いしたいという話は実は受け取って、あの話はないわけです。つまり、自分の会社の中で、この、まあ、必要な対応をされるということで、まあ、今進められておられますので、まあ、その状況をまず注視していくしかないということであります。わかりました。あの質問変わりまして、あのコメントにもございましたけれども、うん、あのまあ、チャーター便の関係であの知事自らあの行かれる、あのベトナムに行かれるということでございますけれども、まあ、国際定期便就航に向けたあの知事の強い思いを改めてお伺いできればなと思いますが、いかがでしょうか。あの国際定期便はあの、まあ、連続、まあ、これ単発チャーターの往復ですので、まあ、連続チャーター、そしてその定期便という手順になりますので、まだまだ第一歩ということでありまして、この、まあ、比較的あの堅調にこの席は売れているというふうに伺っておりますけれども、まだあのこの1便をもって、1チャーターをもって、この、定期便が見えてきているというわけではないというのは率直なところであります。まあ、これをスタートにしてそういうものにつなげていきたい。まずはあの連続チャーターで、連続チャーターもその期間が長短ありますから、あのできるだけ長い、あの最初はあの短めの連続チャーターかもしれませんけれども、そういうものを長くあのしていって、あの定期便につなげていくということをステップバイステップで、まあ、取り組んでいきたいというふうに思っております。わかりました。あの同じく空港絡みの話でちょっと話題変わりますが、あの出雲空港の駐車場管理規定を制定して7月1日から施行されることになりまして、でこれまではルールがなくて駐車場の混雑問題に対応する術っていうのが、まあ、あまりなかったかなというふうには感じますけれども、今回の規定によってどんな効果が期待できますでしょうか。まあ、あの一定の、まあ、3日と14日という場所によってあの期日をあの定めて、まあ、それ以後それを超えた場合には一定の対応を取るということをルートとして決めて、それを利用者の方に伝えていきますので、あの島根県民の皆さん、あの実直で真面目なので、あのそういうことをはっきり伝えていけば、まあ、そういった期間を超える利用をあの控えるといった形で、まあ、あの改善が見込めるものというふうに思っております。まあ、ただ全体として、混雑の解消にどの程度寄与するかというのは状況をまだ見なきゃいけませんので、あの今回のルール規定をあの円滑に実施して、その後の状況を見回っていきたいというふうに思っております。またあの駐車場の利便性を高める議論が協議会で続いておりますけれども、まあ、あの有力化が有力な選択肢の一つとする知事の考えは変わりなくということでよろしいでしょうか。まあ、あの有力化自体を目的にするわけじゃありませんので、あの仮にこの規定の施行ルールをあの作ることで、あの仮にその混雑が解消されたらあの有力化する必要もなくなりますから、まあ、そういうその今回の有力化の前にやるべきこととして今回のルール策定というものを行っておりましたので、まずはこのルールをあの遵守していただいて、それがその混雑解消にどの程度寄与するかということを見極めた上で考えていかなきゃいけないというふうに思っております。もちろん今後の状況次第だというふうには思いますけれども、あの県職員さんが巡回して目視で確認するということになるとは思うんですけれども、実効性についてどれぐらいあるかなというふうに見ていらっしゃいますでしょうか。まあ、数字の目安を示してなかったわけですから、まあ、示せばあの長い利用を控えるという方もおられるでしょうし、まあ、効果あると思いますけど、あのルールがなかった、なんていうかな、大都市のど真ん中でもないので、あの
まあ、あの言葉ですけど、あの旅の恥はかき捨てみたいな対応ではなくて、地元 の, あの 特にその島根県民の皆さんが利用されるということになりますと、あの 決まりごとはできるだけ守っていただくというのが、あの県民性としてあると思いますので、まあ、それはそれで効果があるんだというふうに思っております。承知しました。あのすいません、全然話題が変わりますが、あの自民党の教育人材力強化調査会が大学などの高等教育機関の再編に向けた提言をまとめられまして、内容としてはあの国立大についてはあの、まあ、値上げも簡単に言うと値上げも視野に入れた適正な授業料の設定、学生側の負担軽減について検討するっていう話が出てますけども、まあ、かねてからあのこの話題についてあの知事ご発言がありましたけども、どのようなご所感を持っていらっしゃいますでしょうか。まあ、あの私からするとあの創設者 の, あ の, あの思想から全く離れてしまっている慶応義塾大学の塾長さんと似たような発想の提言が出てきているということに驚きを禁じ得ないというところであります。まあ、あのいくつかあのポイントを申し上げると、一つには、現状はですね、24ヶ月実質賃金の下落が続いているわけです。国民の生活は2年間ずっと厳しくなっている。そして鶴瓶落としのように出生者数も子どもが生まれる数も減っている。そして政府は、まあ、おそらくそういうことの反転を目指してですよ、新たな国民負担、子ども子育て支援金という名前の新しい社会保険料を設けて、国民負担を増やしてまで、子育て支援を充実して、子育て支援をしようとしている。そんな中でですよ、自由民主党のその調査会でしたっけから、あのまあ、子どもを大学に行かせると言ったときに、比較的経済的負担が少なく、また地元にもある、その、ね、下宿させずに通わせることもできるっていう地方大学まで含めた、その国立大学の授業料を、なんか競争力強化、どんな理屈か知らないけど、なんかよ訳の分からない理屈で上げればいいんじゃないかと、あのはっきり書いてありませんけど、適正な水準に見直すと、大体適正な水準に見直すっていうときにあの下げることありませんからね、下げるんだったら下げるって書く、下げるって書かないってことは上げるってことですよ、霞が関文学的に言っても、まあ、その値上げを含意した提言が出てくるということについては、政府が一体そのはっきり言って今、ね、その政治資金収支報告書に記載がたくさんあった国会議員さんが自民党の中にたくさんおられて、でそんな中で国民負担を上げていく、新たな社会保険を設ける、でそれはその制度あの施策の充実とセットだけど、それでもやっぱり反対が多いです、世論調査全部ね、どれ見たって賛成の方が多いってないわけです。こういう給付とセットになったその国民負担の引き上げですら国民のそのすごい反発を受けているっていう中でですよ。こんなその国立大学のその授業料を上げればいいじゃないかみたいな話が平然と出てくるということは、なんていうかあの信じがたいというか、なんていうかあの。もしこんなことをやったらですよ、もう自民党政権転落しますよ、確実に。島根一区の補選の結果見たんですかと。あの、自由民主党は、すみません、自由民主党のこの調査会の人たちは、自由民主党を政権から転落させたいのかと。こんな政策やられたら、いかに自民党の島根県連とか自民党の各職域地域支部がどんな頑張ったって、選挙勝ち上がるの容易じゃないですよ。
島根でも。いや本当に政権から離れたい政党人がおられるのかというのが、いや自分なんていうかいや本当少子化っていうのは、少子化っていうのは危機的な状況なわけですよ。鶴瓶落としのように出生数が減ってる。ですね、確か 1.26 ショックって言われて、その後出生率が回復して、もう一回また過去最低を更新したのが令和4年の合計特殊出生率 1.26 です。だから過去最低の出生率ですよ。で過去最低の出生数で、それを反転を目指して国民の反発を受けながら、ね、その新しい社会保険料財源を作って、なんとかこの支持制度を動かそうとしているときに、いや教育の世界でも値上げすればいいんじゃないかとかっていう無神経なことをね、提言するって、もう頭狂ってると思うんです。宮島さん、頭狂ってるっていうのは撤回しますけど、本当に尋常な発想じゃないと思う。いや本当に24ヶ月実質賃金が下がってる。そんな中で、いわゆる裏金問題が出てる。そんな政党が提言していい内容じゃないと思う。教育の充実のためにっていうお題目のようですけど、そんなことやったら、教育栄えて日本滅ぶだ。教育を受ける子どもがどんどん減ってるのに、教育の質を上げていくとか、本末転倒でしょ。教育を受ける子どもが減っていくんだよ。高等教育を諦めて、自分と同じ、ね、大学を卒業させるということが、させれる自信がないという親が増えてる。そういうことが少子化の一つの原因になってるっていう想像力すらない人たちがいるということにね、私はその怒りと失望を覚えますよ。今回、今県議会の了解を取って、今市町村と調整してますけど、高校生までなんとかその医療費を無償に、医療費の助成をできないか、無償化一部負担が残るかっていう話はね、ずれは残るけども、そういう努力をして、なんとかその子育て世帯の経済的負担の軽減をしようとしてるのを、台無しにしかねないようなことを政府がやってしまおうとする。ってか、政権与党が提言するって、もうやめてほしいと。いや、議員の間のその提言は自由かもしれないけども、こんなものを与党として採用するとか、政府として採用するとか、そんなことは現にないようにしてもらいたい。本当に少子化をもっと進展させて、子育て世代の、子育て世代が自分の子供に自分と同じような、このキャリアを積ませることができないというふうに諦めさせて、日本という国の子供をどんどん減らしていって、日本を滅ぼそうとしているのかというふうに怒りを覚えます。本当に政府がなんとか衆議院に取ったのかな、法案をね、世論調査でも反対が多い中、おそらく6月の二十何日閉会までになんとか通そうとしてるんでしょうけど、こんなことを、こんな国立大学の授業料、なんで、競争力とかね、何の競争力なの？私はもうちょっとこの前の慶應義塾大学の塾長さんの発言に対しても言ったけど、親からすると、親からするとですよ、教育の対価を払うんですよ。研究の対価まで押し付けられてもかなわんわけ。高等教育の研究費とか、申し訳ないけど、それは国費とかで、お金ある、それを振り向けてやってほしいと。大学1年生か4年生まで、学部教育を受ける人間に、研究費、国際
的な競争に勝ち抜くようなその研究費の負担までしろっていうのってどういう神経なのか、なんとか子どもに教育を大学、その大学の学部教育とかね、高等教育を受けさせたいと思ってる親とか、その自分としてなんとか受けたいと思ってる子どもの、その、実現可能性を下げるようなことを、こんなその経済環境が悪いっていうか、その、これだけその実質とか下がってるっていうときに、やろうなんていうことをその考える人たちの、 その思考回路がわからないし、もうこういうこんな内容はもう絶対に採用してほしくない、こんな これやるぐらいだったらもうあの今の法案なんかやめちまった方がいいと思う。もうそのなんかもうその火を消そうとしてるのかガソリンかけてるのかわかんない、片っぽで火を消そうとしてて、片っぽでガソリン撒いてるような、まあそんなことじゃないですか。食べ物を例えると、なんかハンバーグ定食がね、食べれるか食べれないかっていうときに、1500円のハンバーグ定食が食べれるか食べないかってときに、なんかそのメニュー変えてですよ。ステーキにして3000円出せって、そんな付き合えないですよ。そんなもう、上等なもん、そのステーキなんかいらないから。ね？ハンバーグ1500円で出してくれよと。っていうのが、大方のその、子育て世代の気持ちじゃないですか。ともかくその、子供を一人前にしていくっていうこととか、その一人前っていうか、子供に大学、教育を受けさせたいとか、自分で大学を教育を受けたいと思っている親とか子どもの、その今の状況を思ってやってるのか、誰のためにやってるのか、大学のためにやってるんだったら、もう本当に本末転倒ですよ。大学なんていうのは、申し訳ないけど、大学のために大学が存在するんじゃなくて、学生とか、ね、その利用者のためにある、利用者目線で考えないと、政府は、与党は。その大学関係者が自分のその外学のために何を言っても構わないけど、その政治をする側がそんな大学のためにとか、そんなこと大学のためになるけども、その学生のためにならない。そんなことを考えて一体どうするんだと。信じられない。もうぜひ、採用してほしくないけど、もう採用するんだったら公約の一番目に挙げて、それで国民、有権者のね、信を問うて、その上でやってほしい。国立大学の授業を上げればいいと。で、って公約の一番最初に上げて、それで当選してからやってほしい。こんな状況でこの国民負担上げたり、島根県内だって財政支出増やして、どうやって子供を増やすか、子供を増やしてもらえるか。どうしたらそういう環境を作れるかっていうことを一生懸命やってるときに、こんなその国立大学という比較的安価な、ね、教育の機会を、ね、その、遠いものにしてしまうようなことを提言するなんて、本当に信じられない。信じられない。ガソリン撒いてるのと同じ。破滅的だと思います。なんか、奨学金をね、充実すればいいとかって、奨学金って、また借金なのかと。ね、借金させるのかと。奨学金って、給付型かと。そんな給付型が出せる金があるんだったら、その給付型をその教育の充実に当てれば、その研究の充実に当てればいいでしょう。なんでその、授業料上げるとかっていう、その、国立大学で教育を受ける権利を、ね、その冷やがすようなことを考えるのかって全くわからない。本当にその何のためにやってるのか、本当に国を滅ぼすためにやってるのかと。教育は栄えるのかな、わかんない。大学が栄えて日本が滅びるよ。何のためにやってるんだ。
ていうぐらい怒りを覚えてます。なんか本当にその国民に信を問うてからやってほしい。そんなことはそんな資格ないでしょう。政治資金収支報告書の問題を抱えていて、そんな問題を抱えている人たちが提言できる内容じゃない。申し訳ないけど、それぐらいマスコミ言ってほしい。本当に。その説明も含めて、みそぎも含めて、そして、ね、その教育の充実のために、競争力の国立大学の研究力の強化のために、ね、国立大学の授業を上げますということをちゃんと国民に公約として設定して、信を問うてからやってほしい。うん。と、思います。思いません?そうですね。わかりました。私はね、昭和63年の入学なんです。当時の国立大学の授業料30万円。今ね、標準額の設定ですけど、だいたい53万円余りですよ。随分上がってますよ。随分遠いものになってる。てか、本当にその、こんなことを、その与党の国会議員さんが提言してるようだと、本当にその、生活の苦しい人たちのことが全く分かってないと。っていうことをもう、その、自分で、その、表明してるもんだからさ、本当にその、普通の生活してる人のことを考えて、ものを考えてるのかと。有権者の話聞いてるのかと。地元回ってるのか。もう本当に、街頭演説第一声で、ね、政策の命まで上げてほしいですよ。こんな提言した人たちは。うん。こんなこと言うんだったら、ちゃんと言わなきゃダメだ。そういうことを、そういう政策をね、進めるべきだと言ってる人は、ちゃんと全部名前を挙げて、世の中に示さないかんでしょう。てかもう、ともかくその、生活感がなさすぎる。こんなことやってたら本当に政権転落するぞ。私はその、県内の自民党の皆さん知ってるけど、その、真面目な人たちばっかですよ。そういうその、地方組織の人たちがどんな頑張ったって、こんな政策を平然と、その党本部とか、その、東京の偉い人たちがやっちゃったら、勝ちようがない。どうやって勝つん、どうやってその、選挙勝ち抜くんですか。どうやってその、ね、自民党をその、信頼してる人たち、の期待を、ね、実現していくんですか。一生懸命その、下部組織っていうかその、地方組織が頑張ったって、こんなんじゃ、国民のその、理解を得られないし、期待を集められないと、思いますよ。ともかくその、どんなにその、現場の人が一生懸命頑張っても、こんなその、無神経な政策を、永田町で、この、無神経に、出していってたら、そんな、もう、誰が支援するんですか?本当に。もう、その島根一区、あれだけ注目された島根一区の補選の結果を、よくよく見られた方がいいと思いますよ。自民党支持者ですら、自民党の東京の方々のありようを是とは全然思ってないってことが明らかになってるわけですから。最近世論調査の結果が出てますけど、
政党支持率よりも次の総選挙で比例どこに入れますかって言ったときに、自民党は支持率よりも低いですよ。大変なそのマイナスのマグマが蓄積してるっていうことを、党の当事者たる国会議員の、まあ、一部の方かもしれないけども、その全くもって当事者意識ない、それで選挙になったら、ね、その中央組織に頑張れ頑張れ、もっとやれって言われたって、それは叶いませんわね。まともなことをやってから頑張ってくれって言われないと、まともなことをやらずにこんなことで支持広げろって言ったって、広げようがないと、私はその自民党のそのね、その姉妹県内で自民党の支持者、党員の皆さん、かわいそうだと思います。こんなんじゃ一生懸命やってるんですよ。一生懸命やってあの結果になってるっていうことを分かってないんだと思う。あのね、勝ちに不思議の価値あり、負けに不思議の価値なし、負けに不思議の負けなしだ、負けるには理由がある、野村克也さんね。負けたことから学ばないと勝てないと思いますけど、だからそういう反省が全くない。提言だと思います。あの、私はそのどの政党を支持するかと言われて、あの一つ選びませんけども、で自民党には自民党のいいところがたくさんあって、でそれを発揮してもらうと、国政で発揮してもらうということが必要と、そういう意味でその一つに選べと言われて、そのどこかで選びませんけど、自民党のいい政策を国政できちんと展開してもらいたいというふうに期待している立場として、やっぱりそういうことを与党としてやってもらうということであれば、今の置かれている状況を冷静に分析して、その言っていいことと言って悪いことと峻別すれば、こんな内容出てこないはずだと思うので、思います。あの、本当に怒りを覚える。もうその本当にその国民に、子どもに国立大学というものをその縁遠いものにしていこうというふうに思っている人たちが、この政治をやられているということに衝撃を覚える。あの、我々が県と市町村で一生懸命努力してやろうとしていることを、本当に台無しにしかねないことをやらないでくれ。子どもさんを産み育てようという人が一人でも増えるような環境を作っていこう、一人と思っている方を、まあ、二人産み育ててみようと思ってもらえる環境を整えていこうというふうに努力している人たちの努力を無にするようなことをやめてほしいということです。すみません、長くなりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。中国新聞の新山です。よろしくお願いします。はい、原発から出る廃棄物の最終処分場に関連して一つお伺いしたいと思います。前回の知事の会見の翌日、今月の10日ですけれども、佐賀県の玄海町の町長が国の文献調査を受け入れるというのを表明をしたんですけれども、その決断の背景に町議会が採択した請願があるというふうにされていて、その請願が一部で文献調査の受け入れというのは廃棄物の発生原因を有する自治体の責務であるというような文言が入っています。で、前回の9日の会見では知事はそういう、仮にそういう調査というような話があれば断固反対されるというような話をされたんですけれども、はい、一方でこうしたこの調査の受け入れというのが立地自治体の一つの責務ではないかという、そういう言葉であるとか論調に対して、お考えがあればお聞きしたいと思います。論調というか
請願の中にそういうことを書いている人、まあ、書かれていたということだと思いますけれども、確か玄関町長はそんな責務を負っているとは思ってないと言われての受け入れだったと思いますので、まあ、玄関町として、まあ、全体としてそういうふうに受け止められているというふうに私は理解はしていない状況です。ただそういうその請願でしたっけ、陳情でしたっけの中にそういう記述があったということは知っております。で、まあ玄関町としてそういうふうに受け止められているというふうに理解するのは適当ではないだろうというのが一つで、そしてそれ自身に対する私のコメントを申し上げると、立地、その原子力発電所の設置を認めて対応、協定を結んで対応しているというのは、それは事実ですけれども、その中に、その廃棄物の廃棄物の最終処分場を受け入れるということを一切含意してません。そんなことは一言も言ってない。で、もう一つ言うと、一般論で言うと、廃棄物の処理責任がどこにあるかというと、一般論で言うと、その廃棄物を排出した人の責任だというふうに一般論でなるでしょう。で、それは島根県で原子力発電所があるから島根県民が排出したんだというのは全くもって非論理的です。島根県の原子力発電所は、中国電力管内、もしかすると域外に売電する部分があるのかもしれませんけど、中国電力の電力利用者が排出したゴミであって、島根県民が排出したゴミでは全くない。というか、その全くないというか、その島根県民と限定されるいわれは一切ない。そういう意味ではロジカルでは全くその非論理的、根拠がない、その論理構成だと私は思います。もし、その排出者のというのであれば、それはその発電事業者の電力を利用された方々全体が排出されているというふうに整理すべきであって、それは島根県とか島根県民とかということにその限定されて、その責任を問われるということはありえないというふうに思います。ですので、これはその地域別に見ればそういうことですけど、結果的に国が進めているその原子力政策ということの中でいくと、国民みんながその排出者の立場にあるってことですよ。電気利用してるっていうことで言えばですね。なので政府は考えなきゃいけないっていうことだと思います。国民が、誰が責任を負うかといえば国民全体で、それを政府として課題解決しなきゃいけないという責任を政府が負っているというのが、その論理的な整理じゃないかと私は思っています。わかりました。自治体には責任はなく、それは国民あるいはその国が政策で課題解決を考えるべきことということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。時事通信の勝又です。よろしくお願いします。と、人口減少対策に関してお聞きします。先週宮崎県で丸山知事含む知事同盟が集まって人口減少問題に関する緊急アピールを採択したことと思います。東京一極集中の是正ですとか子育て支援策の充実といった、知事がかねてより訴えていることを改めて国に要請したと思いますけれども、今回のその宮崎でのサミットでどういう議論がされたのかというのと、全体的なご感想をお願いします。また合わせてこの緊急アピールを機に国に期待することなどがあればお願いします。一つに国民運動として取り組んでいくべきだというふうなこの提言、そしてそれを進めるための司令塔を政府に作るべきだということが、私が言ってこなかった内容、そういう内容が含まれています。で、そういったその幅広く取り組まなきゃいけない。で、政府、いやだから私からすると、党の提言だからあれですけど、要するにその今政府がやろうとしている全体の流れの中で
ね、国立大学の授業料を上げようなんて、そんなことはダメだというふうなことをちゃんと言わなきゃいけない人が政府にもいるってことです。うん。まあそういう、まあ今で言う、まあ普通で言うと官房長官の仕事なんだと思いますけど、まあ官房長官忙しすぎるんだったら、他の人たちがやる、まあやらなきゃいけないってことじゃないですかね。ともかく内閣としての統一性を持ってもらわないと。その文部科学省とその文部科学省の人たちが、なんか相談して、あんな、今言われたような、なんか国立大学の授業料を上げていくなんていうことをやってたら、もう本当にその内閣として、ね、政権として何やってるかってことになるから、ちゃんとそういう仕切り役、こんなことを、一県知事がなんかギャスか言わなきゃいけないような、そんな、仕事の仕方じゃなくて、ちゃんと政府の中で仕切ってもらうと。いうこと。まあ、強力なっていうのは難しいと思いますけど、まあ、総理大臣がちゃんと、で、バックアップしないといけないってことなんでしょうね。はい。ありがとうございます。人口減少の議論の関連で、先日インターネットの配信番組に2度目のご出演をされたことについてお聞きします。はい、さまざまな主張される方と言葉を交わされたご感想をお聞きしたいのと、出られてからの反響などあればお願いします。あんまり反響ないですよ。ものすごく正直言うと、私以外の人たちは、コメンテーターの方々は基本的にある意味東京のメディア、東京一極集中の中のメディアの中での成功者の方々なんですよ。ね、テレビ朝日、ね、その立派な会社、立派な地上波のキー局の子会社がやられているネット配信番組で、事実上そのこう、ね、毎週呼ばれるコメンテーターとして、という地位を得られている方々なので、ある意味東京一極集中の中での成功された方々に対して、私は東京一極集中けしからんと言ったんで、それはまあカチンと来られたんだと思いますね。まあその私が喧嘩を売ったようなもんだと思いますけど、まあだからまあ別にその、まあ、喧嘩私が売った方なんで売られても仕方がないというふうに思いますし、ただ別に私の言ってること間違ってないので、ああいう方々と我々は対峙していかなきゃいけない。はっきり言って、さっきの、国立大学の提言をされた方々も、東京一極集中というか、今の日本の社会システムの中での成功者の方々なわけですよ。そういう方々が前提としている仕組みを変えるべきだというふうに言うということは、そういう人たちを敵に回す、根蓄しようと思われる。ということなんだなというふうに思い、そういうふうに私は受け止めてまして、まあ、やっぱりホームだけじゃなくて、アウェーでやっぱりこう試合をしないといけないなというふうに思ったところで、そういう意味で得るもの多く、大変有意義であったというふうに思っております。で、ちょっと言い訳させてもらうと、ちょっとだけ言うと、ひろゆきさんの話をもうちょっとね、受け止めて、受け止めるっていう手もあったんですけど、まあ、正直現実性があまりにもないので、その現実性のなさをね、とうとうと説明しても別にくだらない話、つまらない話をするだけになるので、あまり受け止めずにやったところはちょっと大人げなかったかもしれませんが、でそこを丁寧にやったところで結局こっちが言いたいこと言えなくなっちゃうんで、大人げないとかね、頭が硬いとかっていうふうにコメントを見ると言われてますけども、はっきり言うと、私の仕事の仕方は、皆さんに言ったことあるかな、仕事の仕方の中で、満点が60点の時もあるんですよ。どんな頑張ったって100点取れない。誰から見たってね、完璧な対応をしようと思ったって、あの場ではできないので、私からすると、あれは満点が40点だったんだと思って、35点ぐらいの出来だったのかなと。いうふうに思っているところです。改善しなきゃいけないところ、言われたことの中で、きちんとこちらの立場を分かりやすく
説明しなきゃいけなかったところ、反省点もたくさんありますんで、まあ、今回、前回の出演をまた反省すべきところを反省して、さっき言ったね、負けに不思議な負けなしと、やっぱりうまくいかなかったところは反省をして、まあ、今後に生かしていきたいと。やっぱり私ちょっと言わせてもらうと、ちょっと言えなかったのは、やっぱり地方を助けてほしいってことではなくて、やっぱり東京の過密の程度を緩和するっていうのは、東京に住んでる人たちにとってもプラスになることなんです。で、その東京の今のそのね、23区のそのマンション価格が1億円を優に超えるような状況になってるっていうのは、まあ、超過密の象徴ですよ。その1億円、マンション持ってる人はいいかもしれないけど、1億円でも平気で買える人はいいかもしれないけど、まあ、この数字っていうのは普通の人は買えない23区にマンションを買うことができなくなってるっていう、こんな超過密の状況がね、その続けばいいって思ってる人って客観的にはいないと思うんで、やっぱりそれを緩和していく。で、その人口でその雇用を、人口のもとになる雇用を地方に分散することで、この大都市、東京の超過密を緩和し、で、この地方の人口減少、過疎を緩和するっていう、その上下を鳴らすっていうことっていうのは、その東京のためにもなるし、東京以外の地域にもなる、みんなウィンウィンだということをちょっと言えなかったんで、そこはちょっと本当反省点です。なので、正直言って、1億円でもね、10億円でも買えるって人はいるでしょう。でも買えない人の方がはるかに多い。そういう人たちにとってハッピーな東京なのかって考えたら、改善の地はたくさんあるし、改善しなきゃいけないところはたくさんある。その改善の仕方が東京の一極の局のその程度を緩和する。別に東京をね、その一県庁所在地にしましょうとか言ってるわけじゃないんだから、東京一極集中の緩和なわけです。超過密の緩和やれることには限りがあるから、それは東京の吸引力を全くねゼロにしていくなんてことはできもしない。でも今のように強い状況を維持していっても、だからその住んでる人にとってもね、人口が流出する地域の人にとっても、誰にとってもプラスになってないという状況から、その逆に回していって超過密を緩和し、まあ、進んだ過疎を緩和するという形で、雇用と人口の若年者の人口の分散をしていくという政策というのは、日本の全エリアにとってプラスの政策なので、まあ、そういうことの理解を、まあ、東京の方々とかね、まあ、1都3県の方々にもしていただいて、皆さんの生活環境をより良くしていくということの提案でもあるということを、やっぱりちゃんと理解をしてもらうという努力も我々していかなきゃいけないというふうに思ったところであります。わかりました、ありがとうございます。はい、すいません、参院中央テレビの安倍と申します。すいません、先ほどの質問のところで関連して、知事先日のアベマタイムズ の議論の分、私も拝見させていただいたんですけれども、はい、その中で、まあ、知事が、まあ、ちょっと議論の中で、じゃあなんで私をこの場に呼んだんだみたいな、ちょっと怒りをこうの感じを出される部分もあったと思うんですが、やはり今後もこうした、まあ、依頼というかような形があれば、出演といったところはなんか検討はされるっていうところなんでしょうか。まあ、皆さんよく分かってると思いますけど、あれね、怒ったうちに入りませんからね、私怒ったうちに入りませんからね。あれ、すみません、怒ったうちに入りませんので、まあ、なんていうか、まあ、議論のベースが、あれね、ちゃんと打ち合わせしてある、いろんなね、そのボードも整理して、シナリオも作ってあったんですけど、まあ、単純に言うと、一人の出演者の方が、まあ、スタートからぶち壊しにしたという経緯なので、まあ、正直言って、まあ、ああいうその、まあ、人口がその日本全体が減っていくっていうことが、それがいいのか悪いのかっていうことの交通整理すらせずに、その是非から議論しなきゃいけないんだったら、もう正直で30分じゃ足りませんから、人口減少っていうのはやっぱり、このまま放っておくと、どっかで下げ止まるものでもないので、やっぱりどっかでその止まるような政策とか、まあ、そういう対応が必要だと。
というぐらいの共通認識が持てるような場であれば、行こうと思います。前回みたいなことを何度も繰り返しても、一応出張のつ東京に行かなきゃいけない出張のついでの夜に行きましたんで、そのためだけに出張していることはないんですけど、出演のためにやっぱりうちの職員さんにも準備をしてもらったり、私の出演のための準備をしてもらって仕事をしてもらってますから、やっぱりさすがにあまりに前回と同じようなことを繰り返すようであれば、出演 はするかどうか考えなきゃいけないですけど、改善が見込めるのであれば別にいろんやっぱ自分の、自分の何ていうか、その居心地のいいところだけで仕事してもその問題改善しないので、やっぱりああいう東京一極集中ってやった時にもう感情的にその何言ってんだバカ野郎っていう方だっておられる、たくさんおられるでしょう、ね、自分が東京に出てきたで一生懸命頑張ってるのにその人生を否定されたというふうに思われる方だって当然おられると思う。でもそういう方々も含めてやっぱりこういう政策をやっていった方が皆さんのためになるんじゃないですかっていうふうに理解してもらうことが、やっぱりその東京一極集中の是正ということについて国民的理解が得られることに必要だと思うので、意見が違うから意見の違う人が多いところに出ていかないっていうのはそういうことをやっちゃいけないとも思ってますので、ただ議論ができる一定の議論のベースがこう確保されているところじゃないといけないなと思っています。なので否定はしませんけど、ちょっと改善を求めながらということが答えになります。すみません、あとちょっと別件で最初の冒頭の方で質問に出た駐車場の、今回の出雲空港の駐車場の規定化のところで、はい、先ほど有料化について、今回の規定化で一定解消がされればその有料化の必要はないのではないかといったご発言もありましたが、なかなか具体的にっていうのは難しいですけど、どの程度こう解消すればそういった有料化の必要性もないんじゃないかっていうところのなんかイメージとして知事の中にはありますでしょうか。いや、やっぱり駐車場が止められないとかっていう苦情がどれだけ苦情が続くのかどうかってことじゃないですかね。反応、利用者の皆さんの反応というところですか、ね。はい、なんか数字でアンケートを取ってるわけでもないので、はい、わかりました、ありがとうございます。すみません、またちょっと話題変わって最後にすでにちょっと別の場面とかでもお話しされてるかもしれないんですけど、今回ベトナムのチャーター便において県としてもこの定期化を目指すっていうところが示されていますけれども、やはりこういくつかそういう海外都市がある中で、やっぱりこのベトナムとのチャーター便をこう定期化を目指すっていう、なぜこうベトナムかなのかっていうところと、その重要性っていうのはやっぱり知事としてどういうふうに認識してますでしょうか。一つシビアな現実を申し上げますと、島根県がここがいいとかって言って我々が選ぶ立場じゃないんです。お互いがこれ相思相愛じゃないとできないですよ。やっぱりベトナム側で相違がないと、その相手側で相違がないとやっぱり話は進まないので、実際この政府のさまざまな取り組みの中でベトナムとのこの経済連携を一層高めていこうというそのイニシアチブの中で、このベトナム政府がその確か鹿児島もそうだったと思いますけど、こういう、このベトナム航空と地方都市との覚書を締結をして、そういうそのことところでその、経済交流を活発化していこうというふうな一連の流れがありまして、それの中で我々選ばれたという経緯もあって、そのチャンスを生かしていこうということです。引く手あまたがあって島根県がこれって選ぶっていうそういう状況でもないので、やっぱり相手方からのアプローチもあり、こちらからしてもやはりベトナムの方がその国内の縫製工場だったりさまざまなところで就労されているということもありますし、同じなんていうかその日本と同じ農耕民族ね、お米が主食ですし、そういうその気質も合うと。ということもと思いまして、このチャンスを生かしていこうというふうに思ったところです。すみません、ありがとうございました。はい、どうぞ。
日本海テレビの高井と申します。冒頭のお中元ギフトセンターの開設についてなんですけれども、はい、これは今回は、一畑百貨店閉店後初めての、お中元シーズンだからということなんですが、今後年末にかけてもお歳暮シーズンもやられるのかということと、この一番の狙いっていうのはその、県産品を売る場所を設けるのか、それとももういろんな方にこれまで一畑に行かなかった方でも来てほしいという思いがあるならば、もう一回その狙いのところを教えてください。短所はそのこれまでその一畑百貨店の お中元のこの、商品として県産品が扱われていた。でそのチャンネルっていうか、そのプラットフォームが今回なくなるということになりますので、放っておくと県産品に限らず、これまで、他の県産品とか、その他の県産品の個人サイトとか個別の商品の商店のサイトから申し込んでいただければ、それはその減りませんけど、県産品の消費は。単純にそのなんか何ですか、そのほかのデパートのってことは、県外のデパートのギフト品で、全国展開とかもありますから、高島屋とか三越とか、今買おうと買えますからね、そういうところに切り替えられてしまうと、単純に県産品のそのギフト品としての取り扱いが減ってしまうということになりますから、それをもともと物産協会、島根県の物産協会も、県産品を、これは夏もお歳暮もお中元もお歳暮もやってましたけど、そこのラインナップを市畑で出されている方々も含めてお声掛けして広げて、価格帯も当然上げて、そういうものをできるだけ吸収して、カタログも作り直して、でそして引き続き扱ってもらえれば、県内の県民の皆さんの市畑で県産品をお買い求めていただいた方々の需要が残るので、それを目指してというのが一番です。ただ市畑の利用者の方じゃないとお相手しませんということでは全くないので、それは広く県民の皆さんに周知をして、やっていくということになります。で冬もやるかどうかということについては、まずすみません、この夏の今回の取り組みがどれぐらい結果が出るかということも見ながらになりますけど、やっぱり一度ですね、一度これを使っていただければ、来年またギフトカタログをお送りして購入をお勧めする、住所も教えていただいて顧客情報をいただけるので、そうすると物産協会からそのカタログをお送りするという形で対応もできるようになるかもしれませんから、そういった意味でそういう引き継ぎができるようにということでやってるんですけど、冬のギフト、冬に限られるギフトもありますから、そういった意味で冬に限られるギフトを扱っているその県内事業者の皆さんからそういうご要望もあるかもしれません。だからそういういただくご要望と今度やるこのお中元の実際の、なんか売れ行きといいますか、利用状況を両方見ながら、これもコストがかかりますから、費用対効果も見ながら冬をどうするかということを考えていくというので、厳密に言うとやらないって決めてるわけじゃありませんけど、やるって決めてるわけではなくて、今後検討していくということになるということであります。はい、ありがとうございます。その他はご質問ございませんでしょうか。知事よろしいですか。はい、それでは以上で知事定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。